戦国武将紀行長尾影治公先日のあの太田道館光についてですね、えー、ちょっとあのー、関係系図と、えー、その周りのですね、えー、状況をま踏まえつつ、えー、長尾影治という人についてですね、まあ、少し話をしたいと思いますねであのー、長尾影治が生きた時代というのが、まあ、ちょうど太田道館という、まあまりにも有名な人がですね いたために、まあ、お名前がまああの、まあ、関東では有名な武将なんですけど、まあ、全国区ってなりますと、まあ、ちょっとやや薄れるかなと、まあ、あのもちろん戦国時代武将ファンではしたらねあのご存知の方が多いと思いますけども、えー、関東でも暴れまくったという方でましてお田道観光の名声が上がったっていうのもこの方の乱を鎮圧したというのが、まあ、生涯における最大の まあ功績ではないかと、まあ、軍事面についてはですね、えー、と言えるぐらい、まあ、大きな存在であったということなんですね。で、今、また例によって、ですね右側はえ自作系図、それと左側、はまあ参考までにちょっとウィキペディアの情報を出してえ話をしています。で、長岡はですね、桓武兵士の手でですね、鎌倉に、 まあ近くに長尾というところがありますけれども、えー、何とか言ってますけれどもそちらの長尾という地名があるんですが、まあ、そこの出身なんですよねで、まあ、先日も長尾市の、まあ、祖先の方にですねいくつか見てきたんですけど、まあ、要するに上杉謙信公も長尾市長尾景虎ですから、えー、長尾市の出なんですけどその祖先の人たちとその一族 の関係者になりますね、えー、もちろん上杉謙信が出てくる話ってのも全然後の話なんで大体、えー、いい1400年代、えー、から1500年代の初頭ぐらいまでの話ですね、まあ、先にちょっとあの図形を見せてしまうとこういう関東戦乱も長尾影治の乱っていう呼ばれてますから自分の名前がついてる乱を起こしてしまったと。 それぐらい有名なな方になるんですよ、ね、でまあここにその年代のことが大体書いてあるんですけどもまああの羊とかですねその長尾市のその歴代とかそういうことについてはちょっと今回触れずにですね長尾市長尾影春公についての中心のお話ということでえー、話をさせていただきます。えーまあ、一応タイトルとしてはですね まあ、関東の内乱と上杉慣例家長尾笠井、えー、家と書いてありますけども、まあ、長尾景治という方がどういう、えー、人だったのかと、まあ、人物像っていうのは実は詳しいことこの方はよく分かってないともう戦に明け暮れた人生だと。 えー、関東で暴れまくった武将であるとそういうことしかちょっと伝わってなくてですね、まあ、太田道家のように文武両道だとかその他の山吹の里伝説のような、ね、逸話が残ってるとかそういうことでもないんですよもう生涯戦に明け暮れたと、えー、最後まで、まあ、最後はまあ結局降伏するんですけどもね、まあ、その上杉家というのはいつも言ってますけど関東におけるまあ 関東ですよねえー、まあ久保家というのがありましてまあ、鎌倉久保まあここではあの下にも書いてありますけども何々の乱っていうのは結構あってですね、えー、堀越久保とかあと人事関係も話し出すとものすごい複雑なんですよあのー、本当に関東三国志って言いたいぐらい関東の中でもですねその領土争いがまあその京都の室町や西国の大大名の戦いとかそういうところとの関係とは全 全く別の世界で行われていたことで、あもちろん、あのー、京都の将軍家とかも関わりのある部分とかある場合ももちろんあるんですけども、上、え、杉、ー、前州の乱とかですね、要するに、あのー、まだ余裕があった室町幕府の将軍家の時代、例えば足利義満、義持とか三、えー、代、四代とその頃はまだいろいろ介入したりしようとしてたわけですね。まあ、ところが、まあえー、足利義政。 第八大将軍あたりになると、まあ、1467年の恩人、ね、の乱をきっかけにやはり、あのー、京都の幕府すら危ういとえ関東などに構ってられないというところで、えー、地方政権との、まあ、連立政権であった室町幕府についてもまた別に話してますのでそちらをご覧いいただければと思います。まあ、関東はある意味その鎌倉幕府の植生の中ではです、ねまあ、関東久保、まあ、元鎌倉久保、えー、もといえば鎌倉、えー、関例 鎌倉執事というようよな時代からですね、足利尊氏が、まあ、この東国を統治するために、えー、元鎌倉幕府の鎌倉に寒冷職を置いたというところから始まっているんですけど、まあ、関東・関八州と呼ばれている地域それと、えー、東北地方、まあ、では陸奥、えー、の国の、まあ、二か国,国としては2か国なんですけどいわゆる今の東北地方ですよね。 東北は6県もありますから広大な地域なんですがそこを含めた10カ国を所管、まあ、国としてですね、まあ、東日本のほとんどですよ中部東海地域を除く、まあ、箱根、えー、より伊東伊北ですね、の地域の,、えーまあその管轄権を与えていたと。ですからもう まあ東北はまた少し違うんですけども、いずれにしても漢8州についてはもう独立国家みたいな形で、ですね、まあ、鎌倉以来の武将たちも多くいましたし、まあ、この関東っていうところが一つの国家のようになっていて、ですね、まあ、大変なその戦乱の状況になっていたということがまず挙げられますよね。えー、戦乱関係のちょっと戦の話をする前に、ですね、ちょっとまた戻って、えー、長岡陰春っ子。 のえー、ちょっと関係係図をちょっと今出してますので、あの広、ー、域ビデオでもね、紹介されてるんですけども、ちょっとわからない部分というのは、まああのー、両親はある程度はっきりしてるんですけども、 まあ、奥さんがいて、お子さんと、あと、ご兄弟がいるんですけども、まあ、この方ですね、最後、お墓がどこなのかっていう、まあ、秩父にも供養塔があるんですけど、まあっちこっち行ってたんで、最後、まあ、例えば駿河の話もありますし、最後はですね、さっきに,に逃げたと言いましたけど、まあ、逃げたというか、あのまあ、包囲されてというか、武力を、まあ、取られてしまってですね、えー、協力していた武将たちも次々にお田道館に滅ぼされて、 まあ要は田とかによって平定された長尾影春の乱と言ってしまえばそれで終わりなんですけどもそこに至る経緯とかも複雑ですし、えー、乱としてはそれほど長くはないんですけども、まあ、非常にこの長尾影春という方が逆にですねなんでこんな乱が起きたのかというところから少し触れたいと思うんですが、まあ、これ長くなるんで、えー、影春公の,の長尾影春を中心とした話だけで大体3分 えー、構成とさせていただきます、えー、まずは長岡影治という方が、まあ、どういう方なのかと、えー、そもそも長岡は先ほど上杉謙信と言いましたけども、えー、代々ですね、えー、上杉氏が、まあ、足利尊氏と、まあ、足利氏に従ってですね、まあ、関東に下校した、えー、上杉重房という方が、えー、いるんですけどもその方の子孫になっててですね、まあ、代々その上氏というのは まあ関東、まあ、京都というより関東ですねの、えー、足利氏の,、まああのまあ、後羊になりますけど、えーまあ、家臣としてですね仕、えー、えていたとそしてあの足利尊氏子がですねたまたま、えー、その上杉氏の出の、えー、出身の、まあ、お姫様からですね 生ままれててすすのでで足利高尾寺に関してはですね、まあ、奥さんはあの赤橋刀子北条刀子なんですけど最後の執権16代執権森時公の妹になりますけど、えー、直接はですね母親の父と母に関しては、まあ、その前の代はねあのもちろん北条の姫をめとってますので足利氏と絵でもですね北条の血が入ってたんですけど、まあ、足利尊氏公がねよく言われるのがその、まあ、直接はですねその足利の血が入ってないと。 いいいうう方が両親ににるということこなってますので、まあ、少し事情がねあさかのぼって違う形になりますんで、まあ、そこまでちょっと触れると話が長くなりますけども、まあ、いずれにしてもあの鎌倉幕府が滅んで、まあ、北条氏がいなくなってですね、まあ、北条関係の、えー、まあ、元家臣とかはいましたけども、まあ、一掃されたわけですよでそして足利のようになり足利元氏という足利尊氏のお子さんが入って、えー、鎌倉府 鎌倉といったみたみですけど、それが起きてそれ以来のですね、長岡というのは、えー、特に山之内上杉上杉市もあのいくつか分裂されてしまうんですけど主に4家ぐらいあるんですけども、まあ、後にあの多道館が扱えていた大似返す上杉というのがかなり台頭するんですけどそれでもですね、山内上杉市山内大似返すというのは鎌倉にあるですね まあ小さな谷合いがあるんですがそこに京を構えていたためにえそこの地名を名乗り山内上杉大荷ヶ谷え谷になどと言っていたわけですけどもう山内上杉氏がですねまあその上杉家の宗家であってもう断トツに大きい、えー、家なんですよ、まあ、所領も大きいですし、えー、やっぱり鎌倉久保、えー、後の関東久保に仕えるといってもですね一族も一番多いですしもう圧倒的にですね山内上杉氏が まあ、手動で動でいていたと言ってもいいいいとと思います。ウエスニーサダマサという方がね大逃げつけでは一番有名ですけどもこの方の,あの、まあ、名声というかですね上がったのはもちろんあの火災のですね太田、えー、道還という方がいたんで太田、まあ、道還がこの上杉マサを押し上げるような形でですね大逃げつけが大きくなったという形になるんですよ。 ちょっとどうしても長尾家の話をするときには、上杉氏の話をしなければいけないということで、まあ、これ今三部って言いましたけど、とても三部では終わらないんですけども、まあ、とりあえずですね、そんな上杉氏というもう大きなね、番頭頭頭の家があるんで、まあ、そこの羊になっていた、えー、要するに久保からしたら羊の羊ですよね、いわゆる家臣の家臣、陪身って呼ばれてる身の人たちなんですが、そこでですね、えー、例えば、 こ,この長尾影中という、まあ、この方もかなり有名な方で、ですね、まあ、名声の高い、要するにあの、出自職ではあるんですけども、やっぱりあの久保家もそうでしたけども、関東管領がまあ優秀な人がいないとですね、やっぱり久保家も成り立たないと、でさらにあの関東関連もですねその支えていたこの長尾市に立派な優秀な人がいないとですね、関連自体に、 まあ、特別な、まあ、権利ももちろん持って権威も持ってましたけども、えー、やっぱり言うことを聞いてくれない武将たちまたは家臣たちを統率するにはですねやっぱりそれなりに、えー、名声高き人たち、えー、が必要になってくると、まあ、要するに真の実力を持っていなければですね人気だけではダメだと、まあ、ちょっと今同観光のとこ見せてますけども実はこの長尾影中という方の娘さんが、えー、太田祐清父の同心子ですね えつまり、名声高きと言いましたが、この優秀な長尾影中の孫が太田道刊なんですね。まあ、この方の血を受け継いでるんで、それの関係があるか分かりませんけども、まあ、えー、道刊についてはまたちょっと長くなりますんで、触れませんけど、えー、道刊校の方をちょっと見ていただければと。でそして、ようやく長尾影春校出てきます。えー、つまり、父が影信え、祖父が影中と。なんと、太田道刊と祖父が一緒なんですね。えー ということは、まあ、あの姉の子供ですから、えー、父の姉の子供ですから、いとこなんですよ。いとこ同士で、まあ、戦いを挑,挑まれて、えー、太田道閑も、まあ、やむなくというところで、いわば身内の戦いをしてたわけですよね。まあ、そんなところまでで、ちょっと一旦押さえていただいて、えー、まず、第1回目とさせていただきます。えー、ちょっと、あの、わかりにくい部分も多いんですが、長岡景春という方が、まあ、太田道閑のいとこであると。 わば身内であったと。で、それぞれ、えー、上杉氏の、大、えー、田道の方は大似ヶ谷津上杉、そして、えー、長尾氏の方は山内上杉氏の出場、まあ、をしていたと。まあ、そんなようなところをちょっとポイントを押さえていただければと思いますね。はい、以上です。